はい、黄金世代のことでございます。おはようございますというところで朝のトークやっていきたいなと思います。いやー、11月入りまして、実はですね、いろいろドタバタ、大会もあってトーマさんもちょっと調子悪い中で編集頑張ってくれて、でもさすがにまずいなというので久しぶりに自分も編集やってました。はい、結構何試合かね、結構やったんですけど、はい、多分カットのトリミングとかそんなにわからないかなと思うんで、はい、どれをやったのかは、はい、昨日もね何個か流れたんですけど、ちょっと実は編集ちょこちょこっとやってます。はい、普段はね分けてるんですけど、さすがに今回はちょっとトーマさん一人で、あとトーマさんちょっと体調悪そうだったんで大変だなっていうのと、トーマさんの今裏でギアジェネの、はいね、ギアジェネのチャンネルやってるんで、そっちもあったりとかして、ドタバタ忙しいんだろうなというところと、あとなんだかんだ言って普通にお仕事抱えてますから、その中で、ね、寮をやってくれてるんで非常に感謝をしているようなところでございます。はい、今週はね、多分2人ともとちょっとリアルも忙しく、でも大会やっぱ昨日ダイジェストやって思いましたけど、やっぱやっでもう一節目で、最後までね完走してあれですけれども、やっぱりやってよかったなと、特にルールで試合数増えて大変だなとか思ったんですけど、やっぱり結果的には参加連盟さんも増えましたし、参加チームさんも増えたのでよかったなと思ったのと、あとややこいルールで1週間とか、トータル2週間くらいルールの浸透やったんですが、ダイジェスト、本当はですね、ダイジェストはあんな得点シーンだけやりたくないんですよ。本当ね、ここだけっていうか、昨日も配信でもちょっと言いましたけど、いいプレーいっぱいあったんですよね。自分も編集しながら、うわ、このパスワークとか、出してみたいなとかやってるんですけど、それやってると、本当に一個一個が5分とか10分になっちゃったりとか、する動画とかもあって、いやー、この辺がね本当悩みですね。なのでちょっとそのいろいろ考えてるんですけど、ベストパフォーマンスオブ予選とか、なんかこういいプレー集だけを集めた、なんか勉強になるみたいなね、プレー集とかも作ってもいいのかなくらいのハイレベルな攻防な試合も多くてすごい面白いですね。はい、本当にね、デッキの方も、いわゆるね、ランクまでお会いするようなデッキだけではなくて、DCS レギュレーション、S30 の DCS レギュレーションや、絆なしのレギュレーションもあるから、かなり個性的なデッキも出てきたりとか、あと、スパスタのね、個人戦の大会やると、やっぱりプラチナスパスタの人ばっかりなんですけど、決してそんなことのない大会に、なればいいなと思って、レオネさんと、気軽に参加できる大会というのでレギュレーション設定したんですが、いろんな方が参加していただいているようで、非常にねちょっと嬉しいスタートだったなと。あとはちょっと自分たちがどれくらい皆さんせっかく届けていただいているものをですね、やりきれるかっていうところなので、1ヶ月、はい、なるべく皆さん喜んでいただけるような形を持っていきたいなと思っております。はい、いやー、でもね、そう、編集してて久しぶりに思ったんですけども、こうなんか結構いろんな面白いプレーあるんだなとか思って、勉強になるプレーね、特にパス回しの仕方で、やっぱりこれだけ絆ブーストしてると、あ、このキャラでもパス属性逆属性だから上越せるのねとか、絆ねそんなに変わらなかったりとかしたりとか、あと絆なしとかフラットな時ってかなり状況変わるなっていうところと、あと、褒め効果ですね。褒め効果ない。普段、ランクマとか褒め効果ね、全開で乗せていくんですけど、褒め効果ないとやっぱり結構きついんだなとか、あと、昨日もダイジェストで、散々言ってたかなと思うんですけど、30% 台は入るなと、やっぱり。3回に1回はやっぱり入ることが多いなっていうのと、昨日もダイジェストの全体の得点がメインだったんですけど、得点のね半分以上は勝率3割台のゴールだったんじゃないかなと思って、やっぱり言ってこれは入らないからしっかり作って打たないというよりは、ある程度もうゼロ距離を構えた時に、3割を超える、これ3割を超えるかどうかっていうのは、日頃このフレマとか、このコマンド値が見える
やつで、自分のキャラクターがどれくらいどういう愛、どういう絆、どういう愛だったら3割を叩き出せるのかっていうのはちょっと頭に入れなきゃいけなかったりとか、まあ、計算できる方とかはね計算すればいいと思うんですけど、まあ、感覚的に覚えてた方が楽だと思うので、まあ、その辺を覚えてどの位置からシュートを効率的に打っていくのがいいのかというのがね、はい、覚えれればまたね、実際の、ね、ランクマとかでの勝率とか個人の、ね、大会とかでの勝率とかでも変わっていくんじゃないかなとすごい思いました、はい、でもあと吹き飛ばしがやっぱ謎ですね。本当に吹き飛ばしの効果っていうのが今のところやっぱり運営さんからも直接的には減衰の方のねマイナスの方に影響するようなマイナスを打ち消すような効果を持つシュートみたいな形にはなっているんですけれども、やっぱりキーパーに対してね働かないとも言ってないし働いているとも言ってないんですが、やっぱり吹き飛ばしがキーパーに対して何らかの影響はあるのかなっていうような印象を感じるダイジェストになったかなっていうのが自分の正直な印象、感想、第一節の感想ですね、はい。うん、でも本当にやっぱり参加していただいた連盟さん、多くの連盟さんご協力いただいて、ね、ルールわからないこととかレオネさんとか自分とかで、ね、質疑を繰り返しながら一節迎えれたので、今回は非常に今までの1回目2回目の大会と違って入りは良かったかなと。あとはやっぱりこう、まあ、3チームというところで、まあ、参加人数少ない連盟さんとかだとね、リアルの都合もあって日程調整とかも結構発生は散見されているので、まあ、その辺はちょっとなかなかねこう水道というのでタイトでこれだけの試合数っていうのが、まあ、今回ちょっとやってみてなんですけど、きつければまた次回やることがね第4回大会とか、まあ、やるなら4周年前の4月5月とかなんですけども、もう少しこうチーム数を絞ったような大会とかに改めてして、ね、ゆっくりやれるような大会とかも考えなきゃいけないし、まあ、一節始まったばっかりですけども、やっぱり常にか、トライアンドエラーではないですが、あくまで、うん、運営さんがやってるわけでもないし、皆さんと同じプレイヤーの人間がこうどうしてもね感覚、自分たちの日頃の感覚的なところで提案をしていくものなので、うん、なんかね常に大会が皆さんが楽しめるような形でブラッシュアップできるように、やれればなと、ちょっとまだ大会自体終わってないんですけどね一節やってみて思いましたね、はい。あとは次編集のお手伝い、そうカゴタスがね、カゴタスに頼みたかったの、頼んでて大丈夫だよとかっていう感じだったんですけど、カゴタスが今リアルが激務に急に変わってしまって、今日も試合のねゲストへ途中抜けたんですけど、そうカゴタス仕事中で抜けてきてくれてたりとかして、すごい ありがとう、本当に感謝ですみたいな感じで来てくれてたんですけど、うん、なんかやっぱりこうそうですね、編集やっぱそうですね、編集の人少し、うん、増やさなきゃいけないかなというちょっと思っているところですかね。今日最近はそう、うん、編集の人増えるといいかなとかちょっとね思って、なるべく、うん、皆さんにはこう、まあ、朝トークは本当にラジオ的な形で聞いていただきたかったりというか、まあ、ただ単純に自分がその日その時に思っていることをこう自由に喋っていくっていうのがもともとスタートなので、本当にこうゆるい感じでやらせていただければと思ってるんですけども、その他ね戦いに関するコンテンツに関しては、まあ、しっかりある程度ね編集をしたものでご提供して分かりやすく見やすく楽しめるようなものっていうのをやれればいいなとは思っているんですけど、はい、ここ最近に来てねやっぱりこうそうですね、やっぱ編集の時間もしっかりもっと取れればいいなと思ったりもしながらも、やっぱりこうジジイや生ものなので早くご提供しないと、興味も薄れていってしまうなとか思ったり、なかなか難しいところなんなと最近思っているところです、はい。うん、そうですね、やってだって YouTube を始めて、どんくらいになったんだろう、まだ3年経ってないのかな、2年半、もうちょ来年の5月で3年、そうですよね、戦いの歴史から1年遅でやっているので、
大体3年そうですね、来年で3年過ぎたのか、今3年目かな、5月で4年目に突入する。あでもそれで言ったらまあでもなかなかね、アプリゲームでまあその初期のね、あの駆け出しの頃からずっとやってる人とかもすると、もう4年半経つというところでね、例えば20歳の人が始めたらもう25歳、40歳の人が始めたら45歳、60歳の人が始めたら65歳、逆に60歳の人のプレイヤーさんがいて65歳になって、あれそれでいくとうちの連盟さんのメンバーで一人ずっと子さんの方がいるんですけど、あの方はもしかしてもう還暦なのかな、 どうなんだろう、あれちょっとお祝いとかしたいですね。はい、意外とね、子さんでずっと連盟にいてくれて地道に楽しんでくれる方とかもいて、なんか、うん、ゴルコンは結構そういう、その昨日もちょっとライブでも言ったんですけど、昨日ちょっと冒頭でカゴタスのねチームのゴールデンコンビ9ギブっていうチームの京さんっていう方が、黄金世代の京さんって方がいて、実はあのゴルコン初の海外の方の連盟の方なんですよね。ただ日本に留学をしてたみたいで、あの日本語めちゃめちゃ堪能で、普通に文章も普通に日本語全然トーマさんとか自分より上手いですよ。漢字とかも普通に使えますし。はいね、東京にいた方で今またね、自分の国の方に帰った国の方に帰ってやられてる方なんですけど、まあ、非常に紳士な方で、なんかねカゴタスがゴルコンのセカンド連盟みたいなのがあるんですよ。 X2 っていう連盟があるんですけど、 X2 にすごい人がいるからちょっと一回話をしてみてみたいな感じで紹介されて、そこでね京さんが行って、で実は京さんランクまで自分は当たったことないんですけど、なんか見てた時にランクまで結構ね連盟のメンバーのやつ見れるじゃないですか、見ててあすげえなんかうまいなこの人みたいな感じだった、実はセカンド連盟の人だったみたいで、みんなですごい湧いて、あこれはちょっと空きが出た時に来ていただこうみたいな形 でたまたまりょうさんの引退とかがあったりとかして、でそれでそのタイミングで、あじゃあ京さん来ていただこうとか。そうなんですよね、まありょうさんも引退してしまいまして、やっぱりこううん、懸念していくとね、どうしてもこのモチベーションの問題や、結局ゲーム的には常にね、やっぱりアプリゲームのもうどこまで行っても特質なんですけど、同じことの繰り返しで結局強いキャラが出たら取っていく、強いキャラが出たら取っていくみたいな形の繰り返しのフォーマットになってしまっているので、うん、やっぱそこにねどこかでやっぱ飽きが来たり疲れが来たりとかしてしまうっていうので、まあ、そういう意味では気軽でね、やれる環境っていうのをどうやったら作っていけるかなとか最近ね自分は思ったりとかして、でどうしてもいつもレオネさんと話すのがこう4周年前、ね、日本のアカウントの周年前、そしてグローバルの周年前で、うん、連盟さんの中でやっぱりこうモチベ落ちてる人や上がってる人、ガンガン上がってる人とかもいると思いますけど、やっぱりこうガチャがうまくいかなかったり選手の方向性間違ったりとかして、こうモチベが上がらない、個人としての視点だとモチベが上がらない状況もあるかなと思うんですけれども、その中でもやっぱりこうみんな連盟の中がね一丸となったりとか、楽しめる機会っていうのがあればいいなっていうので、まあ今年2回ですかね、第3回目でちょうど半年置きずつくらいにやってるんですが、やっぱりこう今せっかくねいいデッキを作れるタイミングっていうのは周年前が結構その期間内のピークデッキになっていくと思うんですけど、特に日本のね6月の頭から始まる周年になると、まあ今年もねものの見事にスタメンもサブもね様変わりしていきましたけど、やっぱりこれだけキャラクター総替えになるのが毎年毎年続いていくと、やっぱりこうねどんなに引きが良くてもまあまあまあこれの繰り返しというので離脱されてしまうね人もいらっしゃいますし、んだそういうのをやっぱりそのあるのが分かっているので、まあ記念になればなっていうので、その周年前の大会っていうのをいつも企画をねレオネさんと話をして、で空いてるところではまあ個人戦とかっていうのも考えたいんですが、まあね絆が始まってから
ね、あの結構そのデッキのばらけ方やっと最近こうランクもやってても、あ、まあ、ある程度系譜っていうのはあると思うんですけど、まあ、ドイツベースだったりとか、まあ、ドイツベースにね、あのクライフォート兄弟混ぜるとか欧州型とかもあるんですけど、最近はデバフも出てきたりとか、まあ、ランクもやってると日本パワーの人もたまに会いますしね、実際ね、日本パワーでね、新年あのポリシー持ってやってる方とか、あと南米推しで南米のキャラがね結構多めに入ってきて、ただ南米今回もそう南米で思い出した、すいません、休みの日の朝のトークめっちゃ長いかもしれない、大丈夫かな、ごめんなさい、もうだらーっと聞いていただければと思うんですけど、これひどくないっすかと、もうワンチャン自分はすごい言いたい、もうずっとチャレロこれに日欧州、今回3142来たんですけど、また日欧州で、その前でワールドユース本戦、このワールドユース本戦の方面誰得なんだよってね、日南米来てくれたじゃないですか、この方面ね、これ形4123なんですよいやこれごめんなさい、4123別に悪くないんですけど自分が使いづらいだけで、自分がもうすごいわがままなんですけど、欲しいのがブレーメン力属性、あ、これかな、自分が欲しい形っていうのが多分皆さんのやりやすい褒めがあると思うんですけど、あ、これも3142、違うどれかな、ないあれないかな、自分はとりあえず日本中南米の3232のオフェンスかフィジカル、できれば3232の、オフェンス褒め欲しいんですよね、日本中南米の。なんでかっていうと、やっぱりこうこれなんですよ日南米なんですよね、やっぱりあの助っ人で、このデッキの弱点がですね、あの全力がたまらなくて、全然全力がたまらなくて困ってるんですけど、そこで最近ちょっとサブにラファエルを入れてみたりとか、絆めっちゃ下がるんですけど、そう3241でやって、まあ、フォワード OMF のねやつやってるんですけど、はい、あ、デッキ明日試合なのにどんどんデッキが出ていく、はい、で日本はこんな形やってます、はい、44.5、これね、明日どれで出るかな、あと何が作れてるかな、あと3241こちら、はい、ダブル浮き玉大会でヒューガ君みたいな、これとかですかね、はい、まあ、結構ねいい絆いくんですよ、 45.5 とか日本パでも。でこれが周回全然点取れないです、ね、あ、でゴールデン23で思い出しました、はい、あのカゴタスがお知らせでももう言ってくれてると思うんですけども、これね本当にびっくりした、ゴールデン23のフォワードのパラメータ 2%、海外4人選手いると全パラ 2.5%、 つまり 4.5% クリハにはかかって、なおかつ、デバフがかかる、で絆の上げ条件とデバフ条件が全く一緒っていうね、でまあ、トーマチックでもね、まあ、やっぱ工場常設のキャラなんで、まあ、そこまでではなかったですけど、まあでもこれ多分若島津抜きますよね、普通に考えたらね、多分若島津抜いてくれるんじゃないかなと思うんですけど、あとマッチアップの相手のパスカット一つ封印つってタックルね入れろってことだと思うんですけど、止めるのかなとかね、実際ただ頭から封印をしてくれるので、もしかしたら今までは発射台にされてたものが、今後こういうそのフォワードで封印キャラでパスカットの必殺技封印してくれてタックルで勝負できるとか、いわゆるね2択や3択2択を迫られずに、限定的に、ね、勝負できるキャラクターっていうのが増えてくるのかな、まあまあ前守備の時代が、ね、どんどん加速しているようなイメージもありますけどね、だってもうオフェンスとかめっちゃ強いですよね、このねクリスチャンセンとか29万3000ってまあまあすごいと思うんですけど、はい、でだって 4.5 だってクリハに関しては 9% ですからね、あと森崎くんちょっとワンチャンどうなのかなと思ってるんですけど、これゴールデン23も合わせるとこれすごいキャラクターなんですよね、だって上で 5.5 いって下で 3.5 ね、デバフガード 3.5 いけるというところで、うん、これどうなんだろうなと、ちょっとデバフガードキャラとして置いていって使えるのかなと、ただトーマチェック見る限り弱いんですよね、極論で言うと、やっぱりトーマチックで見るというか言う限り、うん、ね、だって
あれしたもんね。でも極端な感じでいくとカリウサスのちょい下みたいな評価でしたもんね。でもすごいね、即の中でカリウサスのちょい下かみたいな。昨今やっぱりブライアン、そして、ブライアンとかサンターナじゃなくて誰だっけ、なんてレーズさんじゃなくてリバウルリバウルとかがいるので、やっぱブライアン・リバーがいるから、やっぱね即属性のキーパー、まあ今回サリナスとかもそうなんですけど、 パコパコってね簡単に抜かれちゃうんで、その中でも森崎くんは、まあ、デバフキャラだった時もキーパーに入れづらいかな、やっぱり。そうですね、皆さんどうですかね。なんかそこでいくとやっぱり今とりあえずシュナイダー、クライフォード兄弟、そして、まあ、ナートレーザー入れて、まあ、3色対応っていうのが基本形だとは思うんですけれども、まあ、そういう意味ではやっぱりランクマの中で若島津、まあ、サブミューラーにしてメイン若島津にしている人って、まあ、絆が合わないわけでもないかなと思うようなデッキなんですけれども、多分そちらを使う人が増えてるっていうのは、やっぱり昨今のシューターに対して対策がしやすいのかなっていう印象もありますね。ただね、若島津君の弱点っていうのはやっぱ日野君がセンターフォワードにいると、まあ浮き玉できたら取れないっていうところで、まあ、その辺もねやっぱ加味しながら、まあだから去年のね今頃だと、まあ今頃からちょっと前くらいだともう Z が無双しててみたいな、それに対して、強いキーパーに対してのキラー的なキャラクターを、まあ、去年でいくとクリハみたいな形で投入していくみたいな形の運営さんのやり方が、まあ、今年はまあそのどのキャラクターかは、まあお相手のデッキによってどのキーパーが適正かっていうのが変わっていったりもしているので、まあ去年よりはいい、個人的にはばらけやすくていい状況なのかなと。去年ねやっぱりこの時期とかでやっぱ Z、まあ、この時期はもうやっぱクリス、逆にねクリハになっている人非常に多かったかなと思いますし、なかなかねやっぱりこうバランス難しいんでしょうね実際ね。あのいろいろ普段文句は言うんですけれどもはい、じゃあ実際ね設計してみるとね、ものすごい、じゃあこの時の時はどうなんだろう、この時の時はどうなんだろうみたいなのがねいっぱい生まれてくるんで、まあただ、ね、またグローバル来月から始まっていきますけど、なるべくねあのみんながワーキャーね、なーもうこれがみたいなのが、このキャラはみたいなのがねないなく、バランスよくねあのチーム育成できたりとか楽しく試合できるようなキャラクターが増えてくると、でね言ってもやっぱりランクマとかカップ戦とかもそうなんですけど、勝つためにやっぱりキャラクターを取っていくので、その辺はねやっぱ選手設計チームって少しねいろいろ考えて設計してほしいなとちょっと思ったりもしております。はい、さあ、だらだら本当に喋ってしまいましたが、今日はですね第3回連盟対抗ツイッター杯第2節が始まってまいりますので、参加している連盟さん、楽しんでいきましょう。そしてね見てる応援側の人たちも楽しんでいけるような試合になっていければ、いいんじゃないかなと思います。はい、というわけで、土曜日のトークとなりましたが、いつもご視聴ありがとうございます。昨日のねライブの模様はアーカイブに残っておりますので、大説のダイジェストぜひお時間ありましたら見てみてください。はい、というわけで、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録、ぜひよろしくお願い申し上げます。それではまた。